あら、今映画館から出てきたのひまりちゃんよね。おーい、ひまりちゃん。ひまりちゃん、どうしたの？何があったの？この映画、すっごくいい話だったんです。なるほど、感極まって思わず泣いちゃったのね。ちょうど私たちも本屋に行くところだし、一緒に行こっか。へえ、みんなで漫画のストーリーを。いいわね、楽しそう。はい、すっごい楽しかったです。もう、モカが作る話がとにかくめちゃくちゃで、私がわけのわからない謎の血をついていたり、カオル先輩がアンドロイドだったり、あ、私をかばってトモエが怪我をしちゃったりしてました。その時、私ってば作り話っていうの忘れて、本気で巴のこと心配しちゃって、嫌だよ巴って思わず叫んじゃいましたよ。でもお話だって分かってても、巴が怪我したら私やっぱり泣いちゃうだろうな。それだけみんなのことが大事ってことだよね。そうかもです。なんかやっぱみんなでいるのっていいなって。たとえ作り話だとしても、みんなと離れるなんて考えられませんよ。素敵な時間になったのね。ところで、さっき聞いたストーリー結構面白かったけど、もう漫画にはしないの？巴ちゃんがひまりちゃんをかばうシーンとか想像すると結構ジーンとくる気がするんだけど、君もそう思うよね？嘘、本当ですか？やっぱり次の新人賞に応募するべきかな。みんなに相談しなきゃ。うんうん、ぜひそうして。出来上がったら私たちにも読ませてね。はい、もちろんです。漫画ができたら一番に感想を聞きに行きますね。よーし、そのためにもいろんな漫画読んで研究するぞー。